贋作、偽善者か。確かに俺は偽物だからな。うん、勘違いしていた。俺の牽制っていうのは剣を作ることじゃないんだ。俺にできることはただ一つ、自分の心を形にすることだけだった。体は剣でできている。塩は鉄で、心はガラス。幾度の戦場を越えて腐敗、ただ一度の敗走もなく、ただ一度の勝利もなし。担い手はここに一人、剣の丘で鉄を打つ。ならば我が生涯に意味はいらず、この体は無限の剣でできていた。それから夢なんて言葉で終わらす気はないが、野望はある。一族の復興と、ある男を必ず殺すことだ。